年三重県の伊勢神宮大野全国花火大会で優勝している花火メーカーです。作品名のぼり玉胴付き三重神変化菊です。アルプス煙火工業です。きめ細やかな模様が何とも言えません。全国の匠の花火を紹介する2作品目は秋田県の花火メーカー株式会社小松煙火工業。こちらの花火会社は昨年全国花火競技大会で内閣総理大臣賞を受賞しています。作品名紅神緑ランタンです。匠の花火3作品目は静岡県の花火メーカー三円煙火株式会社です。こちらの花火会社は2012年長良川の全国選抜中日花火大会で優勝している花火メーカー。作品名はひまわり千輪菊です。皆さんの歓声が聞こえてきます。花火まで届いているようです。匠の花火4作品目は東京の花火メーカー細谷エンタープライズの作品です。こちらの花火会社は今年2014年全国花火競技大会で優勝しています。作品名のぼり小花付き夜空のコサージュです。匠の花火5作品目です。今度は茨城県の花火屋さん株式会社丸玉屋小月煙火店です。こちらの花火メーカーは例えば昨年ですと長野恵比寿の花火大会で奨励賞を受賞し、また八千代全国花火競技大会では10号玉で優勝を果たしています。作品名立体キノコです。何匠の花火最後の作品は本日の花火大会を運営している山梨県の花火屋さん株式会社丸号。今日は丸号さんの打ち上げですが、こちら丸号は今年つい先だって行われた第6回世界花火師競技大会で第1位に選ばれ、今年行われる世界大会に日本代表として参加する花火メーカーです。作品名波響の歌です。どうぞ。いかがでしょうか。新しい鎌倉花火大会の名物コーナー、全国のよりすぐり作品を集めた匠の花